is joy, coming to you live in Riley's mind. Make some noise! Sadness is in the house! Inside Head 2. このピクサーアニメーションスタジオの映画は、火曜日に世界興行収入で14億6200万ドルを記録、アナと雪の女王2を抜いて、史上最高の興行収入を記録したアニメーション映画となりました。It's what you would call the bar down.What's your name, big fella? That's embarrassment. Welcome to headquarters, embarrassment. ディズニーアニメーションのアナと雪の女王2は2019年に14億5100万ドルで頭打ちとなり、現在はアニメーション映画の歴代2位です。その後に続くのがザ・スーパーマリオブラザーズムービー、最初のアナと雪の女王、そしてインクレディブルファミリー、これらが上位5作品です。またインサイドヘッド2のアメリカ国内総収入は6億100万ドルとなっています。1年前にバービーが劇場に登場して以来最大のヒット作となったわけです。ケルシーマン監督による続編では、主人公のライリーがちょっぴり大人になったことで司令部に登場した全く新しい感情のキャストが紹介されます。喜び、悲しみ、怒り、ビビリ、ムカムカ、心配、いいな、ダリー、恥ずかしの到来にライリーはどう感じればいいのかわからない様子です。I've never steered you wrong before. Many times. この話題についての詳細や最新のエンターテインメントニュース、更新情報については、引き続きザ・ハリウッド・リポーター・ジャパンをご覧ください。